書きました、手を置きました。金をかけさせて。またかけちゃうの。限りある資源大切にしないよね。めっちゃ待ってるやん。花粉症みたいな感じになってるもん。そう、これね、もう俺もマイさんもね、超絶リピーターになってて、来たら絶対食べ物レベルです。絶対食べますこれ。はい、だからこれ絶対金粉隠さないで。で、これだけなんですけど、これにこの魔法のタレというか醤油を元気でかけるんですよ。さっき金粉の取ったじゃないですか。はいはいはい、絶対明日トイレに行ったらトイレがきらめくでしょ。いや、店長の運動がめっちゃ黒いんで黒にピンって目立つで、はい、まあ、ツートンから、ツートンの出てくるんじゃないですか。